日本語コンテッペイ日本語コンテッペイ,ッペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか今日は高齢者について高齢者おじいちゃんおばあちゃんはい皆さんこんにちは日本語コンテッペイの時間ですね元気ですか僕は今日も元気ですよと言っても 何年経ちましたかね「僕は今日も元気ですよ」「僕は今日も元気ですよ」「僕は今日も元気ですよ」と言いながらもう多分3年ぐらい経ちました。ということは3年ぐらい年を取った。はい。えー、僕は多分ポッドキャストを始めた時37ぐらいだったのかな。まあ37歳新しいチャレンジですよね。 僕は3十僕が十5歳の時に子供が生まれたのかなそしてまあそれはチャレンジですよね。そして多分それから2年ぐらいしてポッドキャストを始めたんですよね。新しいチャレンジ。はい、でまあ何歳になっても新しいチャレンジをしていいですよね。僕が今年始めたこともいくつかあります。 ね、40歳になって始めたことがいくつかある僕が50歳になって60歳になって新しいことを始めてもいいですよね仕事を続けてもいいですよねでもたくさんの人はこう言いますいやーてっぺい先生でもね60歳70歳80歳 ずっと働けけるわけじゃないですよ。で僕が「えでもどうしてですか?」というとまあやっぱりこういろいろ遅くなるでしょ頭が働かないいろいろ覚えられない忘れてしまうねそういうことがあってやっぱり仕事を続けるのは難しいと思いますそういう意見を聞きますよね。 で本当によく聞く。で現実的に、まあ、そういうことはあるかもしれません。年を取る高齢者になると若い時にできてたことがちょっとやっぱりできなくなる。例えば、まあ、僕はすでに走ることとかあんまり <laughs> できなくなってるんですけど例えば僕の子供はねまあたくさん走りますよ。で僕と一緒に走ると、まあ、僕の方が先に疲れてしまう。 ね。子供は6歳。僕は40歳。走るのは子供の方ができる。だけどだけどですよ。もちろん僕は6歳の子供よりいろんなことを知ってるし、6歳の子供よりもできることがたくさんあります。はい。じゃあ、70歳の人はどうですか、うん、?70 歳の人は本当に僕よりも、すべてにおいて、えー、 でできないいことが多いですか、ね、それはやっぱり違うと思いました、はい。昨日ですね、公園に行きました。昨日子供と公園に行った。なんかさっき言ったみたいに走り回ってたんですね。で、あのー、そこにはですね、いつも同じグループの、まあ、ある意味老人たちがいる。まあ、老人というのはちょっと失礼な言い方だから、ある意味と言いましたけど、まあ、現実的にその人たちは多分、 70歳ぐらいかな。もしかしたらそれ以上の人も何人もいるかもしれない。元気なおじいちゃんたち。まあ元気といってもちょっと歩くのは遅いし、まあ、走ったりは全然できない。その人たちが何をしているかというと飛行機を飛ばしてるんですね。本当の飛行機じゃないですよ。ね。セスナに乗ってる。まあアメリカのおじいちゃんたちはそんなことをするかもしれないけどあのー、まあ日本にはそんなスペースもないし。 ななんんかそういういい文化がないんですね自分であのジェットを持ってる人とかヘリコプターをのライセンスを持ってる人とかアメリカに比べると少ないと思いますね,、えーまあ、そそすね大事なのが大のが大事なのがな大事なのが大事なのが大事なのが大事ない。そう僕が大事ががですねそのおじいちゃん大事なので大事なのが大事ですけどそれはあの 木でできた、小さい軽い木でできた飛行機なんですね。紙じゃない。でもほとんど紙みたいな。まあ、割り箸みたいな感じ本当に軽くて薄い木。で、まあ、それをゴムで飛ばしてるんです。ちょっと想像できますかね。ゴム。ね、ゴムってありますね。ビーンとこう、あれなんていうのエラスティックスって言うの ピーンってやつでそのガガムじゃないゴムでゴムで、えー、引っ張って上にピンって弾く感じそうするとその軽い木でできた飛行機が空を結構飛ぶんですよ、うん、実はその1週間前かな1週間ぐらい前に僕と子供はあのまあ近くのコンビニで そういうい同じような木のおもちゃまあその飛行機を買ったんですね僕たちは買いましたそして昨日ちょっとそれであの遊んでたんですけど全然うまく飛ばない、ね、全然飛ばないんですで一人のそのおじいちゃんまあ僕たちは彼をプロと呼んでるんですけどプロがプロの一人が来てですね「あのこうやって飛ばすんだよ」と言ってあの僕の子供の小さい その飛行機をですねピンと飛ばしたそうするとびっくりするぐらい遠くにヒューって飛んでったはいあすごいですねありがとうございますそう言うとおじいちゃんは自分の飛行機を僕の子供に見せてね「これはねあの私が作ったんだよハはハハ」<laughs> とか言いながらプロですよプロ本当に僕たちが買ったコンビニの飛行機と全然違う。 もうアーティザンってやつですねもうマエストロすごいクラフトワーク。で彼はねその僕の子供の手を取ってねあのじゃあこれ一緒に飛ばしてみようかと言ってですねおじいちゃんが一緒にピンと飛ばしたそしたらそれはね僕の子供の飛行機の多分3倍ぐらい飛びました。うんもう信じられないプロ。 でその後プロの指導を受けたんですよね僕の子供は結構あの真面目に話を聞いておじいちゃんも真面目に教えてゆっくり丁寧に教えてくれるんですよで何度も何度も子供が失敗してもあの全然怒ったりしないもちろんまあ怒らないですけどまあ僕たちみたい若いお父さんたちみたいになんかああああちゃんとやれよとそういう感じじゃないもっと忍耐強く ね、はっはっは大丈夫大丈夫もう一回やってみなさいみたいな感じでおできたできたすごいすごいみたいなでいろいろ僕は考えましたよそのあとうんその後考えたあのとてもいい経験だと思ったまず子供にとってはとてもいい経験そしてそのおじいちゃんのアプローチですねおじいちゃんの教えるアプローチは僕たち若い人たちとは全然違うなんかこう温かさそして なんと寛容さあのー、あとは何て言うかな失敗することをは当たり前と分かっているその経験、えー、もう考え方がやっぱ全然違うそして忍耐ですねまず忍耐我慢強さ我慢があるあのイライラしない僕たちはいつも早く早く早くねな何でだよ、ね、ああイライラする。 おじいちゃんたちはもっっととスススロロローーーでですからねななことがいい意味でスローになってるうん、最初に言ったその高齢者年を取った人たちが仕事が遅いとか仕事ができない、ね、その話それは本当かもしれませんただそれは早く仕事をする20代と30代と、ね、若い人と同じような仕事をするには確かに遅いかもしれないだけど彼らには彼らの強さ 長所、いいことがたくさんありますよ。もしかしたらそれはスピードとかそういうものじゃないかもしれないだけどととてもとてももも大事なものです。特に文化的にとても優れたものを作り続けている人は結構年の人が多いそれはですね、多分やっぱり経験もちろんあります。あとはやっぱりこう時間がかかること長く時間がかかること急いではいけないこと感情的ではできないことそういうことができる人が多い。 だからやっぱり僕たちはこの世界でですね、えー、まああのやっぱり東京に住んでると、まあ、僕の,あの家族も近くにいないしその自分よりも年上の人その60歳以上とかの人とあんまりこう話したり遊んだりっていうことは。 一緒に遊んだり、ね、これ紙飛行機というかあの飛行機で遊んだり、まあ、そういうことは全然なくなりましたねだけど僕はいい経験だと本当に僕にもいい経験だったし僕の子供にもいい経験だった、うん、そのおじいちゃんは「今週の土曜日あのみんなで集まってまたやるから、ね、よかったら来てください」と言ってくれました「僕はもちろん行きます」と言って子供を連れてね「今週の土曜日もまた行くつもりです」 そして僕とは違う僕とは違うコミュニケーションの仕方僕とは違ういろいろなものの教え方そういうのをこのおじいちゃんに教えてもらって僕の子供はまあ僕はね子供の時はのおじいちゃんと一緒に住んでたけど僕の子供はまあ小さい家族僕と奥さんだけお父さんとお母さんしかいない家族でこういうまあ近所のですねおじいちゃんにその おじいいちゃんっていうそういううい存在ですねそ,ういうそれを、あのー、シミュレーションおじいちゃんというかねもう本当に東京のおじいちゃんみたいな感じで、ね、公園のおじいちゃんみたいな感じですね子供にとってもとてもいい経験になるから、ね、毎週行こうかなと思いますいいですねコミュニティというのは、はい、というわけで高齢者の皆様も頑張っている僕たちも頑張りましょうそれではまた皆さんチャウチャウアスレゴまたねまたねまたね